清田です。打率3割2分3厘、ホームランは11本打っています。ただ中村はこれで追い込んでいます。直接カーブ行かないで一球まっすぐ挟みたいですね。センターレフト、中途半端なところですがセンター前に落ちています。1人生還、ツーアウトでしたので田村スタートを切っていました。清田タイムリーヒットで勝ち越しの2点目が入ったマリーンズです。打ち取ったはずの打球ではありましたけどね。いやどうでしょう、打ち取ったっていうよりも、清田が、うまく打ってると思いますよ。やっぱり変化球マークの中で、コースいいところのスライダーなんですけども、意識してたから打てたと思いますね。アウトローですもんね。うまくセンター前に、そうですね、あの技術で打ったと思います。まっすぐ挟みたいところだったですけど、仕方ないですね。まっすぐをね、なかなかこう勝負ところでこう制球できてない部分もね、なくなった。それもあるでしょうしね。ただカウント有利だったんでね、ボール覚悟っていうこともできたんですけど、